レイちゃんをよこせと言われた時はどうしようかと思ったけど、こうして無事パーツが手に入ったから結果オーライね。バザルト城か、面白そうなプレイヤーだけど、まあ当分は大変だな。私も協力するから、レイちゃんを絶対に取られないようにね。私たちも気をつけましょう。ほんと相手の気持ちを考えない男って最低ね。うんうん、男の風上にも置けねえやつだな。ツッコミはしないから。まあまあ、それで今回はどんなパーツなのかな。レイちゃん早く試してみてよ。可愛らしさが上がりましたわ。親バカというかマスターバカなんだから。でどんな機能が追加されたの、レイちゃん。アバターコーディネートができるようになりました。これで様々なコーディネートが試せますわ。よかったね、レイちゃん。レイちゃんに似合いそうな衣装を作ってみようかしら。いいですね、私もお手伝いします。記憶の方はどうなのかしら。何か新しいことを思い出した？SBC フリューゲルは普段なら見えるのですが、今は見えませんわ。まだパーツが必要みたいね。この内容だけだとまだよくわからないわ。まずはアファシスのパーツの情報から探さないとな。Gucken wir doch mal, wie wir die jetzt verändern können. Avatar-Anpassung. Die können wir jetzt angeblich umändern. Hä?Das verstehe ich jetzt aber nicht ganz so. So, stimmt, ich habe ja halt andere rausgeworfen. Status. Ja.Das können wir jetzt richtig schön machen. So, was braucht ihr die Nummer? Jetzt mal hier hoch auf 10. Skills. Du hast so was in der Hand. Das heißt, wir bräuchten.Merker, nein. Aha, Bewegungs. Schießfüte. Oho. Menschliche Festung. Okay.
Ah ja, ich wollte ja bei mir was machen. Skills. Okay, voll angeschossen. Okay, kapiere ich nicht ganz. Das wollte ich. Nein. Ah, oh, wie kann die Dinger nochmal rufen? Das sind das Geld. Ja, doch. So. Okay. Ach, stimmt ja, das ging anders. Hier muss man das machen. Kaufen. Och, das ist teuer. Intelligenz und Geschick. Okay. Gucken wir mal lieber im Waffenladen. Kann ich mehr anfangen. Wollte den Gardianisch oder was?
okay. Okay. Pakete. Pakete. Schrot, oder? Ja, das ist Schrot. So. Gucken wir doch mal. Ah, okay. Munition braucht das Ding. Okay, ich finde das Geschoss. Okay. Ah nee, bleibt mal lieber bei Pistole. So. Antimaterie. Oh, okay, das wird teuer.
So. Hier noch nö. Ja, das war die. Und Feuer IP. Wieso IP eigentlich? Also optische Waffen. Okay. So. Gadgets. Das Hilfe. Intelligenz. Boah. Oh, Granate. Ionengranate. Nee, Haftgranate. Nö. Jagdquest. Spezialquest. Rüstung. Das ist ein, okay. Kannst du eigentlich auch das Ding nehmen, oder? Da wird was hier auf jeden Fall platt. Ja, lass bald mal. Oh. Komm her, fragen wir die. Yatta janai ka. Futari tomo, yūshou omedetou. Kirito, Asuna, kansha shimasu wa. Iya iya, kono kekka wa futari no seika da yo. Un. Kesshou sen no futari no kombineishon, kore made yori mo kakudan ni yokunatte ta to omou yo. Ah.モニターから見てたけど本当に息がぴったりだったぜ。お互いに心の底から信頼し合ってなきゃ到底できないような動きばかりだった。はい、私なんとなく分かりましたわ。お互いを思いやるのは当然、でも優しくするだけではダメなのだと。目的のために背中を預ける、時には危険なことを相手に強いてしまうことがあったとしても、
協力し合えば乗り越えられると信じることが絆なのですね。ああ、そうだと思う。アファシスたちにはもともとマスターとアファシスの関係ってものがあるけどさ、パートナーとしての絆だってそれと同じくらい二人にとって大事なものじゃないかって思うよ。マスターとレイちゃんは絆で結ばれた親友同士でもあるってこと。ですがマスター、それでもよろしいのでしょうか。ありがとうございます、マスター。これで二人の絆が深まってくれて嬉しい反面、これから今回の大会みたいなのがあるとは。強敵を作り出しちゃったね。でもそう言いながらキリト君嬉しそうだよ。そういうアスナこそ笑ってるじゃないか。もし次があったとしても、マスターと私の絆で連続優勝を飾ってみせますわ。あ、ご覧ください、マスター、クラインが来ますわ。今日も素敵ですね。その髪型すごくお似合いですよ。いらっしゃいませ、ご用件をどうぞ。用件なんて大げさなものじゃねえです。ただ連絡先を教えてくださればそれで。申し訳ございません、ご要望にはお答えできません。クラインはまた大人なコミュニケーション中なのでしょうか。言われてみれば確かにそうですわね。クラインには分かっているはずですわ。早速質問してみましょう。ごきげんよう、クライン。ん？なんだ、アファシスじゃねえか。クンヌと。マスターがいるから大丈夫ですわ。それより少し聞きたいことがあるのですが、さっきの大人なコミュニケーションってどのあたりが楽しいんですの？どこらへんだ？そんなの全部に決まってるじゃねえか。俺はな、あの人の釣れない態度の奥にある本当の思いってやつにアタックしてるんだ。昨日は届かなかったかもしれねえ、だが今日は届くかもしれねえ。そうやって重ねていく1秒1秒が喜びなのよ。プレイヤーと AI なんてちっぽけな枠には収まらねえ、本当の関係を求めてるのさ。俺にとっちゃそれがアファシスとの理想の関係ってやつなんだ。なんてな。さ、分かったら戻った戻った。俺はあの人から連絡先を教えてもらわなきゃなんねえからな。マスター、クラインはすごい方ですね。マスターとの理想の関係なんて私は考えたこともありませんでしたわ。決めました、私もマスターと理想の関係になりたいですわ。考えてみたら私とマスターは出会ってからずっと同じような感じでしたわ。進歩しないなんて学習する AI としてあるまじきことですわ。心でで私頑張りますので楽しみにしていてください、マス。よし、じゃあこのクエストに挑戦するか。
から？ちょっとおに…じゃなくてキリト君、今日そろそろ夕飯の時間だよ。あっと、そうだった、今日は母さんも帰ってくるんだっけ。仲がいいなとは思ってたけど、やっぱりリーファとキリトさんって兄弟だったんだ。あ、言ってなかったんでしたっけ。あの、そうなんです、私が妹で。そうみたいだね。兄弟ってこんなに仲のいいもんなんだ。あれ、クレハは一人っ子なのか。あと悪い、リアルの話を聞くのはマナー違反だよな。あ、ううん、私も今聞いちゃったし、みんなのことは信頼してるから。私にはお姉ちゃんがいるんだけど、これがすっごく優秀な。へー、そう、すっごいんだから。家族だけじゃなく、親戚も先生たちも褒めない人がいないくらい。まあ確かに今でも似てないけど、あ、そりゃああれだけ優秀な人と比べたら霞んじゃうのが辛いところだけど。ああ、私は私なりに勉強も部活も頑張ってるんだけどな。頑張るたびに言われる言葉は、さすがはあのお姉さんの妹さんね、とかですか。よくわかったね、リーファー。あ、もしかしてブッブー、それはハズレです。私はさすがはあのお兄さんの妹さんね。はいはい、出来の悪い兄で悪かったな。気持ちが全然こもってない。ほんと仲がいいんだね。ここでそれを言います。うん、だってうちと全然違う感じなんだもん。私の場合は結構気を使うんだ、お姉ちゃんに恥ずかしくない言動をしなきゃって。そうなのよ。これでもね、悩みの一つや二つ。でもちょっと意外でした。え？あ、すみません、変な意味じゃないんです。ここでのクレハさんってすごく元気でのびのびとしているように見えるから。ああ、確かに我ながら現実のしがらみから解き放たれるのもこの世界のいいところだからな。そうね。そういえばクレハさんはあなたとお話ししてる時が一番解き放たれてるって感じです。おお、それはそうかも。リアルではいろいろあるけど、こっちの世界では引っ越す前に戻って幼馴染のお世話を焼いてあげてるんだって考えれば、私が自分らしくいられる理由もよくわかる気がするわ。ありのままの自分でいさせてくれる幼馴染か、そういう存在っていいよな。ありがとうキリトさん、リーファも気づかせてくれてありがとう。どういたしまして。バトル終了ね。クレハとマスター、お疲れ様です。二人の連携すごかったですわ。ありがとう、別に大したこと。いや、タイミングがまさにあうんの呼吸だったぜ。あれは相当息が合ってないとできない。そんな褒めすぎだってば。二人は確か現実世界でも昔馴染みなんだったよな。やっぱり長い間連れ添った仲間同士だから。連れ添ってはいないから。確かに付き合いは古いけど、そんなのって関係あるのかしら。あると思うぜ。例えば俺がさっきの連携をしようとしても難しいと思う。キリトの反応速度でも。ああ、アスナやシノンたちとやろうと思ってもかなり厳しいだろうな。
正直私にはピンとこないわね。クレハはマスターと仲が良いと言われて面白くないのでしょうか。そういう意味じゃないわよ。でもああ、そういえば思い出した。あんたさっきのドロップアイテム確認した？ね、すごいですわ。それは超レア装備です。プレイヤーの間でも全然。おお、やったじゃない。もう2人でラストアタック決めたのに、どうしてあんただけそんなのドロップしてんのよ。マスターが手に入れたレア装備ですが、いろいろなところで話題のようですわ。先日もマスターは MMO Today でラッキープレイヤーとして取材をされてしまいましたわ。へえ、そうなのね。私別にいらないから羨ましくはないけどね。So, was habe ich jetzt gekriegt? Für nichts tun? そうだったのですか？てっきりクレハも欲しがって。なんで？この前マスターが手に入れたばかりの時、クレハはずっとアイテムを見ていたので。そうだったかしら？ああ、みんなここにいたのか。あ、キリトさん。クレハが欲しがってた例のレア装備、もうあの付近にはないみたいだ。リソースの関係かもしれないな。あれからクレハはすごく頑張ってドロップ狙ってただろ。だからアスナたちにも頼んで情報集めもしてみたんだけどさ、悪い、なかなかいい話は聞けてないんだ。ああ、もうキリトさん、なんでそれを言っちゃうの？え？なんか俺まずいこと言ったか？ごめんな、そういうことだったのか。いえ、よく考えればキリトさんはちっとも悪くないです。むしろ気にかけてもらった。いや、俺たちが勝手にやったことだし別に構わないさ。うるさいわね。あんたが自力で手に入れたんだから私もそうしてみせるわよ。クレハは水臭いですわ。マスターが手伝うと言っているのですから。そういう問題じゃないの。私が自分でやらなきゃ。あんただけには。クレハ、はあ、なんか勢い余って感じ悪かったかも。悪かったよね。すっごく良くなかったよね。はあ、クレハ、こんなところにいたのですね。レイちゃん、さっきはごめんね。なんか空気を。いえ、マスターは気にしていませんでしたよ。クレハは昔から向上心が高いからとおっしゃっていました。なんかそう言われるとそれはそれで負けた気がするわね。それにマスターはクレハはとても優しいともおっしゃって。何の話？昔マスターが喧嘩した時の話です。それは、ああ懐かしいわね。小学生の時だっけ。あいつクラスのいじめっ子たちと派手に喧嘩したことがあったの。きっといじめられてた子をかばおうとしたんだと思う。でも喧嘩したことを先生に叱られた時もあいつ何も言い訳しなかった。罰として動物小屋の掃除をさせられても。そしてその掃除をクレハも手伝ったのですよね。マスターに何も聞かずに一緒に。そんなことはもう忘れたわ。そうなのですか？でもさっき懐かしいと言ったのはクレハですわ。掃除のことは忘れたって言ったの。でも仕方ないわね。あいつにも手伝わせてあげなくもないわ。私は、いや、優しいから。はい、ではすぐにマスターに伝えてきますわ。ちょっとレイちゃん、すぐじゃなくてもいいわよ。別に後からでも。いいえ、すぐがいいのです。
きっとマスターは仲直りができたことを喜ぶはずですわ。そうかな、うん、はい。嫌な感じがします、マスター。嫌な感じ？ええ、あちらの方から行ってみましょう。こういう感覚はレイちゃんを一人で行かせるわけにはいかないわ。行くわよ。おめえどうしてくれんだよ。てめえがドジ踏んだせいで狩りは失敗、大赤字なんだよ。どうやって責任取るんだ。ごめん。でもみんなが先に死んじゃって俺だけじゃ。なんだよ、俺たちのせいかよ。そういうわけでは。ムカつくやつだな、てめえは。そうだ、無限全裸&変顔の写真撮ってやるよ。なーに、所詮アバターだろ、恥ずかしくないってなあ。ここで全裸になったらあっという間に GGO1 の有名人だ。弁償できないならせめて俺たちを楽しませろよ。うわ、最悪、完全にいじめじゃない。私の GGO にふさわしくありません。注意してきます。待って、あの手の連中と関わるのは危険よ。まずは運営に連絡した方がいいわ。その通りです、さすが私のマスターですわ。あんたはお人よしすぎなの。大して強くもないのに自分より大人数を相手にする気？クレハ君の言う通りだ。正義、いや自分の主張を通すには力が必要だよ。いつきさん。まあここは僕に任せておいてよ。いや、君、久しぶりだね。俺ですか？あなたは五木さん、トップランカーの？そうだよ、君の友達の五木さ。親友って呼んでくれてもいいよ。ああ、五木さんよ。こいつは今、俺たちと話をしているんだよ。ああ、悪いね。じゃあ彼を借りていくよ。おい、喧嘩売ってんのかてめえは。ああ、いくらでも買うよ。だけどつまらない戦いはごめんだね。僕に無駄玉を使わせたりなんかしたら殺しちゃうよ。なんてね。あったよ、さっさとそいつを連れて行けよ。ありがとう。それじゃあ君ついておいで。はい。ありがとうございました、見ず知らずの俺を助けてくれて。お礼を言われるようなことはしていないよ。数日ログアウトしてから戻ってきてごらん。害虫どもは駆除しておくから。すみません、本当にありがとうございます。駆除ってどうするんですか？さっきの会話は撮影アイテムで録画済みさ。運営に通報すれば厳重注意、余罪が出ればアカウント削除もあり得る。そういうわけで、パイソン君、あとは頼んだよ。かしこまりました。速やかに処理しておきます。ありがとうございます、イツキ。僕が好きでやったことさ、君たちが礼を言うことではないよ。それより、君たち時間はあるかい？よかったら、僕のホームに遊びに来ないか？
よかった。じゃあ僕についてきてくれ。やあこそ、ここが僕のホームさ。お帰りなさい、いつきさん。お客さんですか、いつきさん。お茶用意しましょうか。ありがとう。僕の友達だからもてなしは自分でやるよ。君たちは奥のテーブルへどうぞ。荒っぽい連中ばかりで驚いたかい？君の言う通りだよ。腕はかなりいいけど、性格は難ありなのが多いかな。あんたはまだ知らないだろうけど、いつきさんのスコードロンアルファルドは有名なんだよ。集団戦なら GGO でもベスト5に入る強さで、トッププレイヤーでなければ加入できないって話もあるくらいよ。我々のスコードロンにそういったルールはありませんよ。全てはリーダーの五木さん次第ですから。申し遅れました。私はパイソンと申します。以後お見知りおきを。彼はアルファルドの実質的なまとめ役さ。僕は大抵フラフラ遊んでいるからね。ご冗談を。みんな五木さんを慕ってきたものばかりです。どうせ遊ばれるなら彼らの相手もしてやってほしいのですが。そうなんですか。いつきさんって強いし頭もいいし人望があるのも納得ですね。クレハさん、あなたは人を見る目がありますね。全くその通りです。人望ね、なんかうさんくさいな。僕はみんなの夢や話を聞いてあげただけなんだけど、みんなに認められたい、かっこよくなりたい、銃を撃ちたい、戦場を味わってみたい、何より強くなりたい、強者として頂点に立ちたい。不思議だね。仮想空間だから実現できるとでも思っているのかな。おかしいですか。こういうのって普通だと思いますけど。普通か。その定義が何なのかによるけど、 VRMMORPG のプレイヤーの多くがそうなんだから。うん、 GGO においてそれらの願望は普通と言えるだろうね。そうですよ。他にも銃を使ってみたかったり、友達欲しいとか理由はいろいろあるんでしょうけど。なるほどね。つまり誰もが何かしら求めるものがあってきているというわけだ。この広大で無限の可能性を秘めた GGO へ、なんてね。我ながらかなり青臭いな。ちなみに君たちが GGO に来た理由は？私はもともとゲームが好きで、ガンゲーにも興味があったから。もちろんやるからにはトップを目指しますけど。大した理由はない。退屈を紛らわせるためさ。君はどうなんだい？私が誘ったから来たんだものね。特に理由はないんじゃない？君たちはリアルでの知り合いなのか。あ、じゃあ GGO を続けているのはただの付き合い？じゃあ君が GGO を続ける理由が見つかったら教えてほしいな。君はもしかすると普通ではない答えを見出すかもしれない。いや、どんな答えでもその人が考えたものだ。どれほど凡庸なものでも価値がないとは言わないけどね。そうだ、君が答えを出す過程も見てみたいな。よかったらうちのスコードロンに入らないかい？
これは僕の勘だけど、君は将来何かとんでもないことを成し遂げそうな予感がするんだよね。まああくまで勘なんだけど、だからどうかな。もちろんクレハ君も一緒に来てくれて構わない。イツキさん、初心者のスコードロン入りというのはいかがでしょう。他のメンバーの士気に関わります。高レベルプレイヤーしか加入できないなんて規則を僕は作った覚えがないんだけど。どうします、マスター。了解。無理強いをする気はないよ。けどさ、君の友達になるのは構わないだろう。なら決まりだ。僕が君のパーティーに入るよ。そうと決まれば早速フレンド登録をしよう。待ってください、いつきさんが初心者のパーティーに入るなんて仲間たちは納得しませんよ。それをうまくまとめるのがパイソン君の役割だろう。スコードロンの運営は任せた。僕はしばらくこの人たちと遊ぶよ。よろしくお願いしますね、いつき。嘘でしょ。外に出るときは絶対に声をかけてくれよ。久